こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、字に口にいらずです。字にとは栄養の豊かで調和のとれた味の食べ物を言います。それが口に入らないとは、いまだしかるべき死に出会って仏法の真実に触れていないことを言います。それで今から字に口にいらずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。